ジイ・ロバート・オッペンハイマーは、アメリカ合衆国の理論物理学者。理論物理学の広範な領域にわたって、大きな業績を挙げたが、特に第二次世界大戦中のロスアラモス国立、研究所の初代所長として、マインハッタン計画を主導し、卓抜なリーダーシップで、原子爆弾開発の指導者的役割を果たしたため、原爆の父として知られる。 ドイツからのユダヤ系移民の子としてニューヨークで生まれた。父はドイツで生まれ、17歳でアメリカに渡ったジュリアス。母はアシュケナジムの画家エラフリードマンである。弟のフランク・オッペンハイマーも物理学者。非常に早熟で子供の頃から鉱物や脂質学に興味を持ち、数学や科学、18世紀の史や数カ国の言語を学んでいた。 一方で、運動神経にはあまり優れず、同世代の子供たちと駆け回って遊ぶことは、ほとんどなかった。ただし、セーリングと乗馬は得意だった。彼は、ハーバード大学に入学し、科学を専攻した。1925年に、最優等の成績を収めて、ハーバード大学を3年で卒業すると、イギリスのケンブリッジ大学に留学し、キャベン・ビッシュ研究所で、 物理学や科学を学んだ。オッペンハイマーはここで、ニールス・ボーアと出会い、実験を伴う科学から、理論中心の物理学の世界へと入っていくことになる。彼は、実験物理学が発展していたケンブリッジから、理論物理学が発展していたゲッティングン大学へ、移籍して、博士号を取得した。ここでの業績には、マックス・ボルンとの共同研究による分子を、 量子力学的に扱う、ボルン、オッペンハイマー禁止がある。1929年には若くして、カリフォルニア大学バークレイ校やカリフォルニア校科、大学助教授となり、物理学の教鞭を取った。1936年には教授となる。生徒などから呼ばれた愛称は、オッピー。アインシュタインとオッペンハイマー1930年代末には、 宇宙物理学の領域で中性子星や今日でいうブラックホールをめぐる極めて先駆的な研究を行っていたが第二次世界大戦が勃発すると1942年には原子爆弾開発を目指すマンハッタン計画が開始される。オッペンハイマーは1943年ロスアラモス国立研究所の初代所長に任命され原爆製造研究チームを主導した。 彼らのグループは世界で最初の原爆を開発しニューメキシコでの核実験の後大日本帝国の広島市長崎市に投下されることになった弟のフランクが後日ドキュメンタリー映画ザ・デイ・アフター・トリニティの中で語ったところでは世界に使うことのできない兵器を見せて戦争を無意味にしようと考えていたそうだが 人々が新兵器の破壊力を目の当たりにしてもそれを今までの通常兵器と同じように扱ってしまったと絶望していたそうである。また戦後原爆の使用に関して科学者は罪を知ったとの言葉を残している。戦後、1947年にはアインシュタインらを要するプリンストン高等研究所所長に任命されたが核兵器の国際的な管理を呼びかけ、 原子力委員会のアドバイザーとなって、ロビー活動を行い、かつ、ソ連との核兵器競争を防ぐため働いた。水素爆弾など核兵器に対して反対するようになったため、水爆の父こと、エドワード・テラーと対立した。冷戦を背景に、ジョセフ・マッカーシーが赤狩りを強行した。これがオッペンハイマーに大きな打撃を与える。妻のキティ、実弟のフランク。 フランクの妻のジャッキー及びオッペンハイマーの大学時代の恋人人はアメリカ共産党員であった。また自身も共産党系の集会に参加したことが暴露された。1954年4月12日、原子力委員会はこれらの事実に基づき、オッペンハイマーを機密安全保持疑惑により休職処分とした。オッペンハイマーは私生活も常に FBI の監視下に置かれるなど生涯にわたって抑圧され続けた。オッペンハイマーは後年、古代インドの聖典、バガバッドギーターの一節、ビシュヌ人の化身クリシュナが、自らの任務を完遂すべく、戦いに消極的な王子アルジュマを説得するために恐ろしい、姿に変身し、我は死神なり、世界の破壊者なりと語った部分を引用して、 フリシュナを自分自身に重ね、核兵器開発を主導したことを後悔していることを、吐露している。1960年に来日したこともある。この際、バークレー時代の弟子、草加周一の両親に会い、弔意を表している。1963年、エンリコ・フェルミ賞受賞。1965年、陰頭がんの診断を受け、手術を受けた後、 放射線療法と化学療法を続けたが効果はなかった。1967年、昆水に陥ったオッペンハイマーは、ニュージャージー州プリンストンの自宅で2月18日、62歳で死去した。2005年、アメリカの作曲家、ジョン・アダムスによって、オッペンハイマーを主人公とするオペラ、原爆博士が上演された。量子力学におけるボルン。 オッペンハイマー禁止が物理学者としての最もよく知られた業績である。また、中性子星子の研究に絡んで星の質量がある限度を超えれば中性子にまで縮退した星がさらに悪化する可能性を一般相対性理論の帰結として予測しブラックホール生成の研究の端緒を開いた。しかし彼のブラックホール研究は マンハッタン計画への参画によって中断した。非電子の予知、トンネル効果の発見も重要な業績である。しかし、マンハッタン計画で共に仕事をし後に、ノーベル物理学賞を受賞したハンスベーテからは、オッペンハイマーの論文には取り立てて注目するような、ところが全くない等と酷評されている。J. ロバート・オッペンハイマーの頭文字、J の意味は、 多くの混乱の源だった。歴史家、アリス・キンボール・スミス及びチャールズ・ウィンナーが彼らの著書、ロバート・オッペンハイマー、文字と記憶の1ページ目で的確に要約している。ロバートの名前中の、J はユリウスを表したか、あるいはロバートが彼自身以前言った、無意味であるかどうか、どちらの説でも完全には解決されないかもしれない。彼の兄弟フランクは、J が、 父親の長男を意味する記号だったと推測している。だが同時に、彼の親がロバートを、ジュニアとすることを望まなかったという意味を表しているかもしれない。ピーター・グッド・チャイルドの、J ・ロバート・オッペンハイマー、世界の破砕者の中では、ロバートの父親ユリウスが区別するために、意味のない頭文字を付け加えたとしている。しかし、グッド・チャイルドの本には、客中がなく、 この主張のよりどころが不明瞭である。ロバート・オッペンハイマー、マスマティクス・ジーニアロジー・プロジェクト・ハット、20世紀西洋人、明治典の解説、コトバンク。2018年1月7日閲覧。原子力委員会は、同年5月27日にはオッペンハイマーを、危険人物と認定している。バード、カイ、シャーウィン、マーチン・ジェイ、アメリカン・プロメテウス。 The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, Alfred A. Knopf, ISBN 0-375-412026, 送るく 5675-3298, ピアニッシも585-588。ありがとうございます。